こんばんちゃ、茶の湯で世の中ハッピーに松村総領です。今週もよろしくお願いします。お願いいたします。最近ね、うちの教室いろいろね、いわゆる若手経営者であったり、もちろんいろんな経営者の方々っていうのも、はい、お茶を習いたいなって入門してくださる方とか増えてきてるんですよね。なんか結構経済系のメディアでもお茶取り上げること増えてきてますもんね。増えてきてますよね、うん、最近のね、まあベストセラーでもこうビジネス系と、まあ、お茶を絡めたようなものが出てきたりとかって、うん、やはり関心が高まっていると思うんですよ。私のお弟子さんを見てみても、はい、仕事ができる方が、まあ、お茶も修練が熟練とか高いです。なるほど。まあ、もしくはお茶ができ生きる人っていうのは、あ、この人なんかシャキシャキパキパキしてんなって思うことが多いんですよね。なるほど。だからお茶をしてるから仕事ができるのか、まあ、仕事ができる人がお茶をしているのか、ちょっとまあどっちがね卵かだかもわからないんですけども、はい、今日はそんなところにフォーカスして、うん、なぜお茶をしている人、まあ、もしくはお茶の先生ぐらいの立場の人っていうのはお仕事ができるのかっていうのを自分なりに考えてみました。5個ポイントが5つあるんですね。5つ見つけましたよ。もう本当はもっとあるんですけどね、ぐぐっと絞ってみて、うん、5選って形ですね。5選あると思います。一つ目、段取り力が鍛えられる。段取り力、これなんか予想つきそうでしょ。そうですね、うん、お手前の段取り力ももちろんあるんですけども、実際に自分が亭主となってお茶会をしていく上でまず何からしていくか、まあ、うちはね教室があるからいいけど、はい、まずはどの場所でお茶会をする か、 確かレンタルルームも探しますよね、うん、でどんな方を呼ぶかっていう、はい、でその方に合わせて案内状を書いたりですとか、うん、お菓子を選ばなきゃいけない、うん、どのお菓子屋さんを選ぶか、そしてどのお花を選ぶか、うん、どの道具を用意するか、で誰にお手伝いを頼むの か、 確かに、その日はどういう風に回すのか、うん、30分刻みなのか1時間刻みなのか、何人を入れて何人を出すのか、うん、その辺のこうお茶会の、まあ、おもてなしだからね、なんとも言えないんだけど、うん、回し方みたいなところっていうのは、うん、いろんな段取りが必要なんですよね。そうですね。お仕事って一般的なそのビジネスだけじゃなくても、ご自宅でね、いろいろと家庭内でのお仕事をしていく上でも、うん、朝起きて、まずお湯をかけると洗濯機を回すとかさ、うん、でこのタイミングになったらこう洗濯物を干すとかさ、でここで火かけるとかさ、でアイロンしなくちゃいけないとか、うん、送り出さなきゃいけないとか、お弁当を作んなきゃいけないとか、全部段取りじゃないですか。そうですね。やっぱこう一個一個こう終わらして終わらしていくよりか、こうある程度想像力を持ってその隙間にこういろんな仕事を埋めていくって、結果的に短い時間ですごい効率よく仕事ができるっていうのが段取り力、うん、でお茶会やってると先ほどお話ししたようにそういった段取り力が抜群に鍛えられる。いや確かに、うん、磨かれそうですね。現場の判断っていうのもあるでしょ。だからその辺もね、こう臨機応変に対応していかなくちゃいけないっていう上でも、そういった意味で仕事にすごくいい影響があるんじゃないかな。通ずる部分が多そうですね。そうなんですよね。なるほど。うん。続けて、2つ目。2つ目いきました。投資に対する目が鍛えられる。おぉ。そう。なんかね、お茶と投資っていうとすごく離れてるような感じますよね。でもなんか数年前も老後2000万円問題とかで、ね、はい、もう国もやいのやいのね、うん、投資をしろとかね、もうイデコとかニーサとかいろいろ出てるじゃないですか。自分で用意しろとね。そうそう、はい、自分で用意しろと。やっぱり今まではね、銀行に預けてっていうのが一つの考え方だったんだけども、もう銀行に預けても、もうわずかなものですから、どんどん投資をしていけ。で、多分投資的なマインドっていうのは今後もっと必要になってくると思うんですよね。うん、お茶の世界で言うと、私なんか特にそうですけど、古くていいものっていうのはある程度もう価値がついてるものなんですけども、うん、これから価値が上がるもの、お茶っていうのは経済的価値だけに置き換えられないんですけども、うん、当たり前だけども、皆さんが知ってるような名前の人の道具を見た方が、お客さんたちはやっぱわーっと言ってくれるみたいなところはやっぱあるんですよ。うん、でもそういうもの、わーっとなっちゃってるものを買うのは簡単ですよ。でもそれはやっぱ投資じゃないんですよね。投資っていうのはやっぱその人を応援したいとか、その人がもっと大きくなってほしいとか、うん、こういうような活動をもっと世の中に広めたいみたいなところが、会社にある種株を買う投資の意味でもあるし、もうそれのリターンとしてね、あるかもしれないんですけども、お茶の場合だったらお客さんが喜んでくれるっていうのが投資に対する回収かもしれないですよね。うん、まあ、具体的に何を言うかというと、例えば若手の作家さん、この人はすごい才能があると。うん、そういう才能ある方に例えば道具を依頼する、うん、で最初は若い方なんでそれこそそれほど有名じゃないし、価格的にもお願いする上でもリーズナブルに頼めると、うん、で私なんかも経験ありますけども、10年前にその方にお願いしたお茶碗が10年後どうなったかと思うと、うん、マジで20倍ぐらいの価格で今茶碗が販売したりしてるんですよ、うん、でそういうのってもう私はその人をやっぱり
応援したかったし、いいなと思うから、茶会で使うし、それをこう世の中の茶会で見た人もいいなと思ってくれる。で、いいなと思ってくれた人が、その茶碗を求めるから、だん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 、こう、経済効果として価値が増していく。で、利休さんがしていたこともやっぱりそうだったと思うし、今だったら、そういうふうに若手の作家さんを応援するっていうことも、一つの、まあ、投資的な側面もあるかもしれない。投資が全てじゃないですよ。で、価格が上がるってことが全てじゃないってことも、100も承知なんですけれども、やっぱりお客さんに喜んでもらいたいって気持ちももちろんあるので、応援してるけれども、当然、価格が上がらない、価値が上がらないって方もいらっしゃるかもしれないんだけど、そういった気持ちも含めて、作家さんを育てる、そして日本の焼き物の文化であったりとか、工芸の文化であったりっていうものを育てていくっていう意味ではね、ある種投資的なマインドだと思うんですよ。確かに。お茶やってると、そういったことは自然とね、やってる活動なので、ある種これはね、経済活動という投資的な側面での意識も高まるんじゃないかなと。面白いですね。うん。思います。そして三つ目。マーケティング力が鍛えられる。なるほど。ね、お茶っていうとマーケティングなんて感じですけど、はい、そもそもね、マーケティング、まあ世の中で当たり前になってますけどもね、市場を調べて、どんな属性の人がいるか、女性なのか男性なのか、どんな年代なのか、どの地域に住んでいるのか、どういうような購買意欲があるのかっていうのをこう、セグメントをしてですね、で、自分の自社の強みっていうのを見つけて、ターゲットを絞って、で、それに心に訴えるような広告を打って、こう、訴求して商品を売っていくっていうね、その人に価値あるものを届けていくっていうのがマーケティングの一つの戦略なんですけれども、お茶会やる上で当たり前ですけども、どういうタイプのお客さんをお招きするのか、もう全くの初心者なのか、お子様なのか、大人なのか、してお茶にご経験があるのかないのか、それによってこちらも出すお菓子であったりとか、茶道具であったりとかっていうのを変えていくんですよね。で、ある種、こう、セグメントをして、で、それに向けてのお茶会っていうのをどういうふうに見せたら一番喜んでいただけるのか、初心者の方にだったら、こういう分かりやすい絵のお軸がいいんじゃないか。で、分かりやすいお花がいいんじゃないか。で、お茶碗も見た瞬間に、もうキャーっていうような面白いようなお茶碗の方が喜んでくださるのか。で、逆に言うと、ある種お茶のご経験がたくさんある方だったら、こういうお軸でもより心に訴えるんじゃないかなと思って、ある種ね、一般的には難しいかもしれないようなお軸であったりとか。で、そこからまた外して、クロートの方に対して、こういう道具を当てていくと、すごく印象に残るんじゃないかってことを、何度も何度もやっぱシミュレーションするんですよね。面白いなぁ。だし、例えばお茶事なんかで言われたら、もう招く方っていうのをお手紙を書いて、もう決めてるわけですよね。はい、まあ、その方が、どこに住んでるのか、どんなような食文化で暮らしていたのか、どういう年代なのか、言ってしまえばどんな色が好きなのかとか、どんな食べ物が好きなのかってことも、お茶事で招く前に、私リサーチするんですよ。なるほど。で、その時に、どんな料理が好きなのか、どんな味付けが好きなのかとか分かったら、自分が作る解析の献立に、そこをね、インプットして、ある種商品じゃないけども、サービスとして、それをお客さんに喜んでいただくようにご提供する。ある種、もうターゲットをして、もうそこに合わせての自分の強みっていうのを当てていくっていう上で、めちゃくちゃマーケティング的なことをやってるなってことを、お茶事を通じて、お茶会を通じて気づいているんです。で、昔からそれ自然とやっていた、今だったら横文字でマーケティングって感じですけど、もう、お茶事で、確かに。そう、それをね、自然とやっていた、まあ、もしかしたらおもてなしかもしれないんですけど、まあ、それこそがね、日本に古来からあったマーケティング的なね、相手を思いやって、で、その人にトンチンカンなものを当てがってしまったら、やっぱり喜んでもらえないのでね、それこそが一つのお茶の心なのかなと。で、その辺がね、日本のこう商品サービスによる繊細さ、海外から評価されるような点なのかもしれない。なるほどな、自然とマーケティング力が鍛えられていた。そうですね。そして、4番目。4つ目いきました。はい。ヒューマンリソースマネージメント力を鍛えられる。ありがとう、HRM っていうんですか、まあ、要は人事とかね、はい。そうですね。なんでお茶やっていて、ヒューマンリソースマネージメントはって話なんですけども。はい、お茶会をね、はい、やると、自分が亭主だとすると、まあ、OS の茶会って言われてるいろんな人数の方を招く、たくさんのお客さんを招くとなると、裏方もたくさんいろんな人が必要です。そうですね。いろんな方のご協力を持って、皆様をおもてなしをするっていうのが OS の茶会。あくまでもね、亭主は一人だったりするんだけども、お茶を運ぶ人もいなくちゃいけないし、ね、お菓子を運ぶ人がいる。その中で、自分なんか先生やってると、いろんなタイプの人がいらっしゃいますよ。そうですね。表に出て、もう自分の手間を見てくれって人もいるかもしれないし、もう人前でこう喋ることにも慣れてるから、お手前はちょっと嫌だけど、お話をする、お茶の世界で言うと半島って言うんですけども、こんなお茶がこれでして、これこれこういう道具がありましてっていうご説明をするような人。あとはもうちょっとお茶やってるけど、私はもう自分が楽しんでやってるんで、あんま人前に出たくないよ、みたいな人。だけどそんなことでも、めちゃくちゃお茶立てるのが、お上手だったり、みたいな方はある種裏方に入っていただいて、裏でこうお茶を立てていただいて、みたいなことを渡すようなことであったりとか、
あとは、もうお手前も苦手だし、お話も苦手だけど、あの人にお花のこと聞いたら抜群にいいよとか、その人たちのこう、お花を集めてきていただいて、お花を入れてもらうであったりとか、あの人はもう、お節制出すのも大変だけど、めちゃくちゃ和菓子屋さん詳しいとか、じゃああの人にはお菓子を、うん、この時期に、こういうお客さんが来るお菓子をあの人に選んでもらおうかとかね。それぞれの生徒さんの属性を見て、やっぱ割り振りをしていくっていうのが、お茶会の亭主にとって、まあお茶の先生にとって重要なことなんですよね。なるほど。やはりこう、人前に出たくない人に人前に出させてしまうとか、全然得意じゃないことを人にさせてしまうっていうと、もうミスマッチになるので、うん、苦手な人にこの仕事をさせてしまったりすると、やっぱその仕事が嫌になってしまうみたいなこともあるので、やはりどの環境に、その人を置いて、その人のモチベーションを上げて、そこの世界でどれだけこう花を咲かせることができるのかっていうのが仕事をしていく上で、もちろん人生の仕事っていうのは一部だと思うんだけども、その人の人生がよりハッピーになれる仕事を通じてっていうのが大事な共通の思いだと思うので、そういうマインドで仕事をしていくと、当然趣味としても楽しいし、仕事の上でも趣味と同様に自分のね、楽しみを見つけることができるんじゃないかなというふうに思っております。結構ね、お仕事されてる方でね、今ご自身のポジションがどこかにもよるとは思いますけども、うんうん、別にこれ一家庭とかね、そうですね。やってみれば自分の役割とまた変わったりもしますね。そうそう。やはりね、多様性っていうのがどんどん重要な時代になってきて、うん、昔みたいにルートが決まってるって時代じゃどんどんなくなってきてるじゃないですか。うんうん、いい学校入って、それこそいい大学出て、うん、いい会社入るっていうのは当然崩れてるような時代なのでね、うん、自分も子育てしてますけども、子供にとっての属性を見て、その人にとってのもやっぱ楽しみ、それが金になるかならないかっていうのは、今後の考えていかなくちゃいけないとこかもしれないんですけど、やっぱりミスマッチをさせてしまうっていうのは誰にとっても不都合だと思うので、ね、誰しもやっぱ長所を持ってし、誰しもが違うっていうのがいいところってことなので、ね、その人にとってのお茶で言えば茶の湯の楽しみ方であると思うし、うん、教育家あるかもしれないし、会社の中でのポジションかもしれないし、人間関係の上でもいるかもしれないですよね。ありますよね。うん、そんなところにもそういったお茶のマインドっていうのは活用できると確かに思います。それも仕事につながるんじゃないかなって思ってます。ありがとうございます。はい。そして最後5つ目。進めましょう。ですね。美意識を鍛えられる。美意識。美意識、ビジネスする上で美意識って何が必要なんだっていう話なんですけども、はい、先にお茶の話をすると、まあ当たり前ですけどもね、お茶をしてると、この器いいなとか、うん、このお菓子綺麗だな、このお花綺麗だなっていうような、いろんな美意識を鍛えられるようなチャンスがね、うん、たくさんあります。お茶室に入っただけで、もうお茶を見るだけで、お茶の立て方にしてもそうかもしれない。男にかかってるお軸を見て、拝見をして、お花を見る。そしてお菓子が来た。お菓子を見て綺麗だな。あ、着物の方、この着物の帯すごい綺麗だな。うん、いろんなチャンスがある。ちょっと咲いてるね、お花、お庭を見るだけでも、あ、綺麗だな、季節の移り変わりを感じるな。それって結局はいろんな美に触れる。そしてこれは私の美意識にかなってるとかかなっていないっていうのも自分が茶道具とかを集めていく上ですごい重要なんですよね。うん、みんながいいと思っているこの茶道具はあなたにとっても本当にいいんですか、うんうんうん、私はこれは好きじゃありませんって言えるのも一つのお茶にとって重要な意識ですよね。そうですね。うん。ブランドじゃない。やっぱり自分がいいなと思うものを見つけて、うん、それをこう自分でコーディネートして、お客様と一緒に楽しい時間を過ごすっていうのが、お茶にとっても楽しい時間なんですよ、うん。それをいいと思うか悪いと思うかっていうのは、お客様の判断なんだけど、うん、一緒に共有できていいなと思ってくれたら最高に楽しい。で、ビジネスなんですけども、はい、有名な、私も持ってますし、あなたも持ってます。みんな大好き。アップルね。はい、出てきました。出てきちゃいますよね。聞きましたか？大学で講演されてるやつね。有名な卒業式のね。卒業式ですね。はい、スティーブ・ジョブズ。はい、やっぱりこういろいろね、名言がたくさんはい、講演の中に入ってたと思いますけども、うん、私がね、関心持ったのは、大学でたまたま専攻したカリグラフィーの。はい。覚えてます。覚えてますよね。はい、ね、皆さんもね、見たことあると思うんですけども、たまたま入ったところで、いろんなね、まあカリグラフィー、日本でいう書道みたいなもんかな。うん、いろんなこう字の書き方、美しさみたいなものを学んだって言ってるんですよ。で、結局それが点と点がこう繋がるっていうのは後でわかることなんだけど、うん、初めて出したマッキントッシュの中でいろんなフォントがある。今だったら当たり前ですよね。もうゴシックやら明朝やらなんたらっていろいろありますけども、うん、どのフォントを選べるかっていうのをこう選択肢として与えたっていうのが、スティーブ・ジョブズの商品だと。当たり前ですけど、マックの商品ってかっこいいし、綺麗でシンプルですよね。で、広告なんかもすごいシンプルで綺麗でかっこいい。で、あれってやっぱ彼の美意識が商品だったりサービスだったりっていうのを転用されてるからなんですよね。うん、で、彼のあのスタイルに影響されて経営者ってもう山ほどいるじゃないですか。いますね。まあ、あれってアップルっぽい。このパッケージってアップルのあの iPhone 出した時の箱の出し方と同じ、特に説明書じゃなくて開けただけでピカーンって光ってるみたいな。ああいうのにもうなっちゃってるじゃないですか。あれって基本的にもう彼の美意識に私たちも影響されちゃってるんですよ。うん、であれがかっこいいと思っちゃってる。思うのはいいんですよ。ある種美意識って思想じゃないですか。うん、で思想っていろんなものにね、
サービスであったり、商品であったり、広告であったりっていうのに転用されて、それに対して私たちの心がときめくからそれがブランドになる。うん、なので、経営者っていうのは、とにかく美意識がすごいやっぱ重要なんですよね。うん、でそれってやっぱその、才にどれが気づくか。で、自分は美意識としてこれが美しいと思うかっていうことを鍛えられてなかったら人に伝えることもやっぱできないんですよ。そうですね。それは鍛えられる場所はどこですか？はい、茶道です。そうなんです。経営者がお茶をやってるっていうのはどうなんだっていうことなんですけども、はい、やはりこういう美意識だったり、先ほど言ったマーケティング力、HRM 力、うん、投資の力、そして段取り力、うん、様々なことがお茶をやってることによって、学ぶことによって、自分の仕事に活かすことができるかもしれない。自分の家庭内での活動に活かせるかもしれない。人間関係、コミュニティの中に活かせるかもしれない。うん、さあ、お茶をやらない理由がもう見つかんなくなってきちゃいました。はい。でも本当おっしゃる通り、一個一個の点だけじゃなくて、結局これって全部繋がってますよね。そうなんですよね。いろんな要素が。そう。習うだけというか、体験するだけでも。うん。タイトル的にもね、今5つ言いましたけど、うん、ね、お話しされてたように、こう全部がね、こう複合的に絡み合ってるところで運用を置くっていうのが大事なことでね、うん、またそれを自分で整理していったりする。私みたいにこう、カテゴリーしなくてもいいかもしれないんですけども、体験できる場所っていうのがね、相対的にできるのが、茶の湯の空間ということですね。面白いですね。うん。本当にいろんな方々がね、年々こう積み上げてきたものでね、今ね、価値としてこう作られてるものだと思うので、そんなところをね、はい、習いたい、探したいという方はね、別動画でもそれをご紹介してますので、ね、そうですね。ぜひそちらも合わせて参考していただきながら。そうです、そうです。でもね、私がやってる、ね、YouTube の中では、まあ、こんな風にお茶と生活をつなげるっていうようなことであったりとか、うん、季節の道具のことであったりとか、日本古来のね、慣習とか風習とか、もうこともお茶に含まれてますし、そんな、こう、tips 的なこと、うん、トピックなことも学ぶこともできますし、当然お茶のお手前っていうのは割り稽古からね、だんだんと皆さんにお伝えしようと思ってますので、ここまで見てくださるあなたでしたら、チャンネル登録してるかもしれないですけど、あのチャンネルいいよーってね、人にご紹介してくれても全然 OK ですし、どんどん登録、そしていいねボタンいただいたり、あとコメントいただいたら私全部見て、全部返しておりますのでね、皆様のそういったコメントがすごく力になりますので、チャンネル登録、そしていいね、そしてコメントの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。お願いします。